メンズにも岩盤浴をお願いします。先週も岩盤浴の話してた。はい。そして日本は同調して生きれないと生きにくいんですか。日本の皆さん、同調とはです。あさあさあさあ、まあ、今日ね、今日朝ね、うん、あの朝から朝メイクしながら、ああさんちゃんが、そうそう、うん、ニュースピクスのあの YouTube チャンネルを見ながらメイクしてて、うんうんうん、で、まあ、日本の、まあ、各国にね、世界各国に比べて、うん、日本の、教育ってこうどうなのみたいな、めぐみがこうゲストで出てて、めぐみ、はい、でその、まあ、なんかねニュースピクスの MC の人とかと出てて、うん、はい、でそのなんかいろいろデータをもとに話すみたいな、44分ぐらい、結構尺長いんやけど、長いね。そう、まあでもね、朝いいんじゃない。そうで、それをこうね見ながらね、ながらでやってたわけですよ。はいはい。そしたらさ、日本のさ、まあ、私も娘いるから、まあ、やっぱその自分も含めて、うん、結構周りの話とか聞いてても、うん、結構教育の関心ってめちゃめちゃ高い方だと勝手に思っていたわけですよ。はいはいはい。もうなんかみんなやっぱ塾なんじゃらかんじゃらとか、英語教室に通わせたりとか、まあ、今はなんか勉強もね、うん、いろいろ選べるそうな気がするけどね、うん、だからね、教育関心結構高いと思ってたら、なんとまさかの最下位と、最下位ですよ、最下位、世界で、世界でだせー日本、世界でっていうかその先進国でね、あ、はい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 、最下位っていうことがね、意外だなと思って。でそのなんか内訳的にはやっぱりそのなんかこう関心は実はあるけれども、うん、実際に子供に例えば宿題を教えるとか、まあ、勉強を教えるとかっていうところに関しての関心が低い。だけど言うたら人任せにはしたいわけよ、うん、人任せにはしたいけど自分はしたくないみたいな。え、難しくなってきた。なんで？自分はしたくないよ。宿題教えることを自分はしたくないん。ああ、だけど、はいはい、人にはお金払って人にはさせたいん。ああ、なるほどね。人にだから塾にやるっていうことはさせたいってことね。はいはいはい、ああ、そういうことね、うん。うん。っていうのが顕著に言うたら出てるってことね。まあまあ確かになと思ったけど。まあでも関心が先進国の中では最下位ってことはさ、うん、他の国はもうめっちゃいろいろ。もっとなんかやってるってことでしょ多分、うん、だけそれを なんだろうな、もちろん関心があって実際に自分たちも動いて子供に寄り添って子供と一緒にこう成長するというか勉強したりとか教えたりとか、はい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 、そういったことにもっと寄り添ってるっていうことなんやと思う。あ、なるほどね、うん、まあそうなと思った。で、うん、実際にそのなんか基礎学習、基礎学習とかっていうものを例えばこう、何掛け算割り算とか足し算引き算とか、うん、あの当たり前にみんなができるようなことに関しては、うん、まあ、よりなんかできるようになってほしいっていう関心はめちゃくちゃ高いらしい、うん、基礎学習がね、うん、そうそう。だけど、まあ、世界各国に比べてね、うん、でも実際に満足しているかって言われたら満足はしてないらしい。っていうことはやっぱその、うん、教育に関心がある中でもその基礎学習をやってればいいっていう考え方の人が多いってことよ。足し算引き算割り算掛け算が、まあ、できればいいんじゃないですか、はい、みたいな。やっぱこれってさ、これ多分アンケート取った世代が多分、まあ、うん、私ら世代30代とか、まあ、まあ、もうちょっと上とかだと思うけどさ、やっぱそういう教育されてきたじゃん。覚えたもんがちみたいな。覚えがちな感じやったよ。そうやろ、まあ、どの世代もそうよ。覚え学習、うん、そうそう、どの世代もそうやん、うん、日本人、これがさ、多分そもそもなんだろうなと思って、覚えときゃいいって応用できないみたいな。覚えてテストで答え書いて100点もらって おしまいみたいな、そう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 、うん、それがさ、もうなんか正解になっちゃってるから。あー、そうね、うん、子どもの学習、いやだけんさ、やっぱなんか数学とかさ、その、まあ、なんつうの、数学社会理科とかいろいろあるけど、それってさ、そのなんかこう美術とか体育とかもそういうのの
評価に入ってくるのかな。いやそれは入らんのよね。入んないんだ。算数国語そのあたりじゃない。ごめん知らんけど。知らないけど、うん、まあ、でもそこでデータ取れるのって美術とかってすごい先生たちの評価によって分かれるから、まあね、評価しづらいものだし体育もしかりね。なんかいやなんかその、まあ、俺数学とか そっちの話になるとちょっと分かんないけど、まあ、イラストとかさあのそれこそちょっとその僕らの仕事寄りなものだったら俺結構ツイッターで全然若い子とかの作品とかがこう上がるやん、うんうんうん、で、まあ、俺の目に届くとこまで上がってきてるってことは、うん、まあ、ある程度こうバズったりさ、うん、してるから届くわけじゃん、うん、やけんなんか絵とかそういうのはなんか形になって自己表現的なものはさ、うん、すごいでもあのなんちゅうの進化してるのは感じるけどね。それを発信して言ったら承認欲求を簡単に満たすことはできるようにはなったよね。そういうことそういうこと、うんうん、その中でも、うん、あのなんていうの多くの評価を得たものが、うん、全然こっちで追っかけてなくてもさ目に、うん、届くとこまで上がってくるじゃん、うんうんうん、ツイートとかがね、うん、やけんあなんか若い今の若い子は、うん、あのなんていうの僕らが、同じ年の時とかには、うん、そういうことにはならなかったから、うんうんうん、あんまりね、うんうん、SNS の普及の差があるから、うんうんうん、まやけんそういう成長中か勉強以外の、ね、自己表現の場は増えたけんいいなと思うけどね、うんうん、そうね、うん、でもやっぱだけど SNS の普及があるからこそ世界で戦うフィールドができてしまったわけやん。あ、はいはいはい、そういう中でもうその自己表現だけをたけてしまってもそこの基礎学習が全く伸びなかったら、まあね、世界と戦えんわけやん、うん、まあ、あともうほんまね一握りやし ね、そうそうそう、その一握りを見てんだろうな俺は、うん、多分、うん、でもそもそものやっぱ私ら日本人って英語は話せないけど TOEIC100 点満点ですみたいな、まあ、分かりやすく言ったら、うん、っていうのが多いと思うよ、うんうん、勉強ガリ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 ってもう本当にもう勉強してもう正解がある答えっていうのは多分すごい得意なんやろうなと思う日本人自体がね、うん、でこれやって100点取りましょうっていう分かりやすい問題集があれば多分みんなできるんよ、うん、分かりました覚えます頑張りますみたいな感じでできるけど実際にじゃあ自分で TOEIC の問題を作ってそれを自分で答えて100点取りましょうってなったらへえ分かんない分かんないってなるじゃん、はいはいはい、なんかそれに多分近いんだろうなと思っていて多分世界でやってることとかってやっぱその問題を作ったり自分の思考でこのえなんでこれってこうなるのってそもそも多分疑問を持つことって多分本当にないと思うよね、まあ、自分も含めてね問題を作れる理解度っていうの、うんうんそ, う そ, う そ, う そ, うそれって確かにあれやね、うん、相当弱いと思うないよ弱いわ、うんうん、そう問題を作るって難しいよね難しい本当に難しいしもしそういう問題を作りましょうっていう学校が小学校であるんだったらやっぱ私は娘をそこに入れたいあいやいいと思う、うん、頭の使い方的に、うん、そうね、うんそれで言うとそのなんかネットでアメリカ の, その教育とかをこう見てたりとかすると、うん、なんかやっぱ葉っぱがなんで落ちるのかとかそういった自然に対してもまずなんでっていう疑問を持つダンゴムシってなんで丸まるのとか、まあ、その子供ってなんでなんでの好奇心って強いからさ、うん、やっぱそれをえなんでって思ってきちんと自分で消化するっていう作業、まあ、大人と一緒に、うん、とかっていうのをちっちゃい頃からやっぱいっぱいやっていくとなんか何でか解決されることが楽しいって絶対なるはずやん、うん、で自分らも、まあ、なんでなんでって思ってきた幼少期が絶対にあったはずででもそれを大人に聞いても、うん、なんでだろうねで笑ってることとかも結構多くて、うん、知らないみたいなそこでやっぱ一歩踏み込んで
やるべきだったんだろうなっていうのを元にやっぱあじゃあ娘にもなんでを解決してあげよう、うん、なんでって思うことが楽しいって思うようにしてあげた方がいいなって今日朝思ったわけ。すごい朝やねすごい大事な朝やね大事な朝や ね, ね, えね有意義というか意味ある朝、ね、そうやね、うん、でもこうやって話すことで意味を持ったからね。あーなるほどね、うん、これ別に一人で考えててふんふんって考えててもふんふんで終わりやん。一人で考えだけでも意味あると思うよ。そう、俺は何も考えてなかったもんな今日の朝。ほんと、うん、いやいや大事だよ、うん、でもなんかそこに差をつけんのも意味わかんないかもしれないって言われるかもしれんけど、うん、俺に、まあ、娘がいたらねすごい近い考え方で教育に導きたい。その教育の場に、うん、自分で問題をみたいな、うん、でも結構みんな思ってるんじゃないかな。どのその親あ子供を持ってる世代結構みんななんか今までそこに多分親自体も疑問を持つことがなかったと思う。唯一疑問を持つとしたら先生のやり方とか、うん、そのなんか誰かのせいにして他人の先生のせいとか、うん、学校のせいとか誰かのせいに、ね、塾の先生のせいみたいな感じで多分そうやってやり過ごすしかないような人たちが多分いっぱいいたと思うけど、うん、でもやっぱ自分で情報をさ摂取していくとやっぱその考え方とかそもそも間違いで、うん、じゃあ親が何を与えられるんだろうみたいなことがね、うん、誰かのせいにしちゃうわな。で俺でも結構勉強好きやったけどな後半、うん、まあでもあれかな、まあ、テスト用勉強かなあれは。うん、だからそうなんだよね。だけどみんな日本の勉強ができるっていうのはそのテストの点数でもの喋ってるから、そうそうそう、それ勉強ができるわけじゃないじゃん。覚えてるだけ。うん、そうそうそう、うん、でそれをじゃあ今社会で活かせてますかって言ったら別に何も活かせて、まあ、もちろん活かせてる仕事の人もいると思うよ、ね、計算が早いとかね、うん、なんかそういうものの考え方がどうとかね。いやまあやっぱ、ね、苦しいよね、うん、でもなんかやっぱ活かせてることを証明すんのって結構苦しいと思うよ、うん、なんか行かせてない側も、うん、あのいろいろ言い分があるというか、うん、そうな。いやもう本当にいや分かるよ。私もそんななんか、うん、後半勉強楽しかったなって思うのってやっぱそれ紐解いていったらやっぱテストの点数が単純に上がったとか良かったとか、とか、ね、うん、そこでしかだって判断してないもん、うん、その過程で何かを解決できたからとかもちろん問題を解けたは楽しかったよ、うん、だけどなんかね疑問を抱いてそれを解決できたっていうようなこう思い出があるかって言われたらない。疑問を持って解決した自分で。俺マジでね、うん、ヘリクツばっかやったよ、うん、特に国語と、うん、英語と歴史、もうこれヘリクツゾーンだったね。何ヘリクツゾーンって。本当にねあの歴史とかなんでね今ない過去のことをなんで知らんといかんのみたいな。へーめっちゃ思ってたよ。へーもうだってこれ進化して今なんでしょうみたいな、うん、前のことをなんで知らないかんのって、これから多分使わんやんとか思いよったんや。英語も今考えたらえって感じやけど、いや日本やんみたいなと思って全然嫌いやったし、うん、国語に関しては日本やんって思ってめっちゃヘリクツやね。めっちゃヘリクツ。いやでも本当究極のヘリクツやね。そんな思いやったね。やけん俺数学とか理科は好きやったよ、うん、答えがバシッとわかるやつね、うん、
歴史も割と分かるというか、問題の出し方的に結構虫食い問題が多いから、うん、間違いようはないやん、覚えればいいみたいな。そうそうだけど、頑張って覚えたけど、ね、でもやっぱそこにそのモリモンみたいな生徒に歴史のそもそもの楽しさとかをやっぱ教える先生がそこに不在だったのかもね、うん、まあちょっとね先生には悪いけど、うん、だって面白くない、私社会と歴史好きやったんやけど、うん、いやそうやっぱね好きな人好きなんですよね、うん、社会歴史ってね、うん、まあでもまあそこにじゃあその日本をこう土台を作ってきた人たちだからとかそういうのじゃなくて、うん、もう単純にそのな何友達のことを知るに近いぐらい。だから坂本龍馬というあのページに行きますで、坂本龍馬はこんなことやってこんなことやってって、へーすごーみたいな感じの興味、うん、だから歴史として興味があるとかじゃなくて人に興味あるみたいな。そうそうそう、があったから。でも本当はそのやっぱ日本を作ってきた土台で、うん、やっぱこの人たちがいるから今この私たちのこの生活があるんだよっていうような意識の方が多分もっと楽しかったと思うよね、うん、そこをなんか教えてやっぱあげた方が良かったんだろうなとも、ね、やっぱ自分をこう回想しても思うよね。縄文土器とかさ、うんうん、あっこら辺はなんならちょっと楽しかった、ね、あそうね、あの弥生時代でお米作り始めてっていうところとかも、まだ楽しいやん。わかるわかる。こんな昔ってそんな感じだったんやみたいな、うん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 、でもなんかその明治とかよわからんけど、そこら辺ちょっともう近くなってくると、うん、なんかねなんか知らんでいいやってなってきてくるんよね。ほんと今はないよ、今は興味あるよ。だって源頼朝とかが出てきたあたりからあれじゃない、単純に漢字が多くなる気じゃない。あ、まあまあそれもあるかも。それ源頼朝とか頼経とかさ、なんかちょっと似た名前でめっちゃ出てくるやん、ね、なんか伊吉経とかさ、伊藤秀明じゃなくて、みんな名前めっちゃ似とうやん、誰誰みたいな感じで伊藤秀明なんじゃっけ伊藤博文か、うん、それ初代、うん、大統領じゃなくて首相、うん、そうそうそう、うん、とかね、うん、徳川のなんたらとかさ、なんかでも面白くない、徳川、そのなんかほら、うん、犬の徳川とかめっちゃ多くない。でも徳川めっちゃいたよね、徳川のあだこうだ、あの犬猫好きすぎて、なんか犬猫動物をめっちゃ崇めましょうで作った徳川さんの法律とかさあったやん。で結構みんなエゴイストなさ法律作ったりさ、結構いろいろやらかしてるやん。でもそれをなんかすごいお堅く書いてるだけでさ、教科書って、ね、めちゃめちゃなんか賢くさ、いかにもそれっぽくなんか書いてるだけで、うん、なんか結構カジュアルに見たらめっちゃひどいことやってんなみたいなこととかいっぱいあるじゃん。カジュアルに書いてほしいわいやそれ多分日本のね歴史の理解度変わると思うよ。まあね、カジュアルに書いたら。でもカジュアルにそこで学ぶと他のこともカジュアルにしないといけなくなっちゃうから結局そこの読解力も なくない。文章を読んで、例えば法律を勉強する人が全部法律カジュアルに書いてたら、なんかなんだろう、多分他のことに絵の読解力が薄れるんやろな。そう、ね、確かに、うん、法律はカジュアルちょまずいね、うん、そう、うん、そういうのはだけど YouTube とかでも、ね、学べって感じやな。カジュアル法律とかは。カジュアル法律って何？いやなんかカジュアル法律最近 YouTube でやってるよ。え、そうなん？ああそれ死刑みたいな。あ、そういうことね。そうそう。ああそれ第何条に罰懲役何年みたいな。ああ。あの詳しくはメールしてみたいな。てかさ、あの法律さ全部頭に入ってる、まあ、いわゆる弁護士さんとかさ、うん、すごいよね。いやすごい。やっぱ今改めて思ったらすごいよね。いやマジすごい。マジすごいけど。うん、なんかね、まあ本当に全部入ってるわけじゃないっつってたよ。ああ、そうなんだ。ある程度、うん、何だったっけ、でも全部じゃないっつってた。ちょっと見ないと分かんない部分もね、ちょこちょこはあるっつってた。なんか大きな、例えば、まあ、言ったら例えば交通事故とか殺人事件とか、まあ、ありがちなその、うん、まあね、今までのデータからも、うん、起こりうるあらゆることの上積みというか、言ったら本でいう太字とかは入ってて、うん、その詳細は別に今自分でその都度を調べてみたいな感じってこと、うん、いや割とね見てたよ、うん、一時期ちょっとその人、うん、面白いけん、面白いね、うん、あそれだ、懲役なんぼみたいな、うん、でもそういうの入ってるとさ、街歩いててもさ、
あ、そうそう、言ってた言ってた。なんかちょっと信号無視して、例えばちょっと引かれそうになってとか、うん、あ、もうこれな、もうなん民法なんじゃらかんじゃらなとかさあるんだろうね、うん、いやマジで言ってたそれ、うん、気になるっつって、うん、法律のことばっか考えて歩きようって言った。そうなるよね、うん、そうなるよね、うん、だけどなんかあのゲームとか、うん、ゲームの世界とかさ、もう法律違反だらけやから、うん、気になるっつってた。あ、そこのなんかやっぱ、まあ、道徳観倫理観みたいなものでに沿って生きてる、うん、まあ、お仕事にしてるから、うん、気になるだろうね。いやまあすげえわ。気になるっていうかもうスイッチオフしないとしんどいか、うん、いやでもオンオフできるでしょ。多分あるあるなのがさ、そういう人ってやっぱめちゃめちゃ努力してそれを頭に入れてるわけでさ、うん、そういうことを知ってるからって言って、例えば周りの人とかがなんだろう、気軽にねえねえこれってさ、こういう事例があってさ、最近友達と揉めててさみたいなことでさ、はいはい、なんかどう思う、法律的にどう思うみたいな感じでズケズケ聞いてくる人めっちゃいそうだね。めっちゃ俺やろ、ね、でもそれを生業にしてるから本当は、うん、友達といえどそこのなんかラインって聞いちゃダメだと思うんだけど。ああ、はいはいはい、はい、うん、それなりわいにしてるからさ。そういうこと、わかるよ、知識入れてね、わかる、うん、それはもうね、まあまあ法律じゃなくても結構あるあるよね。あ、まあ、ホリモンもあるか、映像作っててちょっと結婚式のさみたいな、まあ、ある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 、二次会のさみたいな、うん、あるある、ムービー作っちゃらんみたいな、あるよいやもちろんね、うん、めっちゃ仲良かった、いい人とかはね全然。ほんとカメラマンとかもめっちゃあるだろうね。いやめっちゃあるって聞くね、うんうん、そこでもちろんその友人として、そ、うん、あ、もちろん、いや支払う、もちろん支払うから、そのいくら教えてっていうような感じでもちろん言ってくれる人もいるけど、うん、やっぱ中にはさ、うん、友達やみたいな感じで、うん、ズケズケって言ってくる人いるじゃん、うん、そういうのってこれでも学校でそれこそ学ばないことじゃんこれって。いやでもそうね、うん、で学校ってどこまで教えないといけないんだろうっていうとこですね、うん、だからさ、のっきに爽やか3組を見てる場合じゃないんよ多分。まあ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 、僕は見てなかったんですけどねあ、見てなかった。僕はキッズを見てたんで。そう、キッズ王で何が学べるんだ。キッズ王で、いや、あ、恋愛それは大人になって学んでくださいもうキッズ王で僕恋愛の全部学んだんでキッズ王で学べるかな。私見てたよ、ちゃんと見てたよ、五つ子ちゃんも。あ、五つ子ちゃん大好き。五つ子ちゃんも見てましたけど、はい、なんかもっと教わるべきことあったと思う。いや、キッズ王って完全に恋愛でしょキッズ王、キッズ王5でしょやっぱ。そう、そうですか。井上真央ちゃんね、真央ちゃんと、うん、いやだから松潤が、その今言ってるのはキッズ王がダメとかじゃなくて、もっとだけキッズ王批判すか。昼の1時枠、夏休みの昼の1時から2時枠ね、うん、30分立て2本じゃないですか。そうそう、あれもっとさ、もっと有意義なものあったと思うよ。いやいや、え、いやいや、キッズ王で十分やだけど恋愛は別に後々学べるやん、もっと。いやいや、もっとさ、そこなんか人間あの当時のあ、中学高校あれ、うん、中学生じゃない、ぐらいかな、小学校中学校だった。中学校の時の、いや恋愛感、いやまああれはあの当時のものでしかないからね。まあまあ、でもまあそうね、うん、まあそれはそれでまあ面白かったけど、そう、あれ、あの面白さはもうやっぱね。でそれで言うと大好き五つ子ちゃんの方があれだよ、家族とのこう絆とか、なんか兄弟愛とかそういうのも学べたやん、うん、でなんか外でさ、いじめられて、なんかこう誰々ちゃんが悩んでるとか、でそこでなんかこうやっぱ兄弟で解決するみたいな、やっぱ同世代だからさ、5つ子なだけに、うん、とかやっぱその時にはなんかこうちょっとお父さんのトラブルがあってとか、うん、でお母さんがそれをなんか支えたりみたいな、5つ子見守る5つ子みたいな、なんかそういうのとかがやっぱそんな話やったっけ、うん、5つ子ちゃんの方が多分学べるものはいっぱいあったかもしれん。あ、なんかね、そういう、まあ、いじめとか、まあ、じゃあ家で解決どうしようかみたいなのが俺あったなと思ったのは、俺あの GTO と、うん、スリーピース、あー懐かしいね、松岡くんと香取慎吾と加藤浩二ね、はいはいはい、見てた。スリーピースってね、そう、スリーピースやりよったわ。
スリーピースもそんな感じだったよね。あったね。ね、あれも欲しい、これも欲しい、これも欲しいってね。すごいわがままな歌ですよ。ほんとやね。だってそれであれか、子供がなんかちょっと迷い込んで、迷い込んでってか、そうそうそう、まあ、3人で育てることになってみたいな、うん、落ち忘れたけど。あ、でもなんかあれってさ、そう考えたらなんか新しいとか、こうなんか家族の多様性を見せてくれてたね。いや、そんな感じだった気がするよ、うん、父親3人で、そう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 、でしかもなんかいろんなタイプの父親が3人いて、そう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 、子供みんなで育てて、で加藤浩次はちょっとこう荒っぽい教育だよね、うんうんうん、そう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 。で松岡君が結構論理的な感じで、うん、あともう一人だったっけ、あのイケメンの人やない、あれ松岡くんと加藤浩次と誰だ、松岡くんってあのイケメンの人はどの人、そうそう、ソフィアやろ、あれじゃあ誰だ、加藤浩次と、あ、やべえ忘れた、名前が出てこん、たった今話してたよね、出てこない、俺わかる、今俺わかる、出てこない自分は、はい、そうか。うん、まあでもいろんな教育系見よった、うん、俺加藤浩次あれ好きだったな、やっぱ加藤浩次好きなんよ。だからやっぱさ、テレビっ子世代だよね、まあ、私らって。多分そうそうそう、20代前半の子たちはもう多分ちょっと違うかもしれないけど、20代前半の子、うん、今、うん、多分アニメ育ちとかなのかな。あー、多いと思う、俺ね、うん、アニメ育ちじゃないもん、うん、俺やっぱテレビやわ、うん、テレビ結構ドラマに育てられたりとかしてるもんね、テレビと、うん、漫画かな。これさ、怖いのがさ、うん、20年後とかにさ、今でいう段階の世代みたいな感じでさ、うん、でも今の50代さみたいな感じで20年後にテレビで育てられてるから、もうなんか道徳感腐ってるもんとか言われるのめっちゃ怖くない？はっ倒す、はっ倒すよ、そんなに。言われないようにしようっていう話をはっ倒すじゃなくて、そんな雨なこと言ったら怖くない？うん、そう、怖い、怖くない？本当に。だって今の子の方がなんか優位っていうか強いもん、やっぱ、うーん、なんか怖いね、テレビでだって育てられてるって。もちろんやっぱいいところもあるし、やっぱ悪いところもあってさ。いや、悪いとこもあるな。いや、だからそれが怖いな。で今だってほんと YouTube とか、うん、まあネット、うん、情報だよね、TikTok とかね、うん、そうだよね、気軽に世界のこうことを知れるけど。 TikTok 見てる？見て、あ、でもね、 TikTok でバズってるやつがインスタでリールが上がってくるから、ぐらいでしょ。そうそうそう、見てるぐらい。マジで見てるからね、俺さ、その本当に若い子 TikTok 見てんのって思うぐらい、俺に TikTok 流行ってないの、わかる？はい、本当に今みんな TikTok を見てるっていう層が本当にあるのっていう。うん、本当見てるからね、若い子。ん、どういうこと、何が言いたいと？いや、若い子が今言ってることが何もわからなかった。え、だけど、どういうこと？若い子本当に TikTok 見てるんよ。見てるんだね。見てるんだよ。はいはい、はい、で俺本当に見てんのかなって思ってたから。うん、そう、なんか若い子とかのその仕事で会ったりするやん。うんうんうん、やっぱ本当に TikTok 見てて、 TikTok 情報だから。え、じゃあさ、それってさ、音楽とかも、あの、何、 TikTok で流行ってますみたいな、ちょっと隙間時間あったら、例えば私ら世代とかって多分インスタを開く率が高いと思うんやけど。そうかな、うん、まあ、人によっては Twitter ね、うん、でそれがもう TikTok なのね。なんじゃない、マジで。うーん、 TikTok って見せてくるもん。まあ、でも言うよね、音楽とかも流行ってるやつだけん、なんか言ってた、そのやっぱ、あの、私もなんかこう10代とかのさ、モデルちゃんとかに会ったりすると、やっぱなんか、うん、何、結構80年代に流行ってるやつとか好きみたいな。で、なんか、え、なんでみたいな、 TikTok でなんかめっちゃいい、ね、いいと思ってみたいなとか。そうそうそう、だけど結構昔の曲とかも知ってて。パターンあるね。で、まあ、そっから Spotify とかで自分で掘っていくみたいなとかあるやん、うん、ディグってくんだね。そう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 、パターン B ですね、それね。うん、いや、すごい、なんか自分なりの掘り方とかが、なんかこう私らの時代よりもめちゃくちゃ広いから、うん、まあ、いいよね。いや、いいと思う、本当に、うん、本当に ね、 いいね、本当にいいと思う、うん、ただ浅く広くみたいな子はもちろん増えたと思うけど、よりでも深掘りしやすい時代ではあるよね、情報がこれだけあってさ。深掘りしやすいけど、まあ
浅くもなりやすいのかなと思いますわ ね, ね。まあ俺が深かったかって言われたらそういうわけでもないんやけど、俺が多分中学の時に中高でやってたインターネットはまあもう本当面白フラッシュと、何それ面白フラッシュっていう、知らん知らん。俺結構もう面白フラッシュ世代よ。何ゲームゲーム違う、それサイトがあったよ。面白フラッシュ、面白フラッシュ通ってない。何2ちゃんみたいな感じ。まあ近いね、うんうん、みたいな感じかな。うーん、ハンゲームとか知らん。知らん。ハンちゃん何、あミクシーは知ってるやろ。うん、まあ、でもやってないか。大学の時にミクシー流行ってた。うん、多分ミクシーの前の前ぐらいにハンゲームってのがあったよ。まあ、今の本当、うん、なんつったらいいかな、もう本当、まあ、Facebook とか Twitter とか、うん、そうそうそう。へえ。こう面白フラッシュを。あ、今出してくれましたね。もう俺これでちょっと歴史学んだりしてたしね。なんならペリー来航。はいはいはい。モスカウね、これ聞いてる人モスカウ夏ってなる、恋のマイヤヒ知ってるやろ、はいはい、そうそうそう、ハゲの歌ね。 そういうのがこっから流行ったわけね。流行った。あ、これペリーね。へえ、うん、マジ懐かしいわ。なるほどね。そう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 、まあね、こういうだけん、まあでもね、 これね、うん、ちょっと俺今見て思ったけど、うん、もうなんかリズム的で、うん、意味わかんないし、うん、情報としては何も入ってこんけど、うん、なんか覚えちゃうよねみたいな、うん、なんかおもろいよねみたいな。だけどなんか今の流行りの仕組みとよくよく考えたらあんま変わらんなとも思う。そうね。まあもうでもこの時代からもう動画が流行ってたってことだよねって言っていいよね。でもほんと、うんうんうん、それがもうほんとフラッシュでしか表現できなかった時代で、はい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 、なるほどね。うん、恐ろしいな。じゃ教育の話からずっともう30分もこの1項目目にを話している。いや、やっぱ教育って深いね。何にも私ら深さを話してないけど、ね、いやいや今かなりディグってよ。ディグった先に面白フラッシュがあったよ。行き着いた先が、うん、今日の話題議題の行き着いた先がそうフラッシュ無料ゲーム、教育の原点面白フラッシュ、モリモンのね、うん、俺のね、うん、いやでも確かに中学で知っちゃったからね。俺は家にパソコンが届いて、うん、まあ、本当 Windows の、うん、クソでかいブラウン管のパソコンが家に来て、うん、パソコンやってなって、うん、家にパソコンやみたいな、うん、まずはキーボードから覚えるんやっつってタイピング寿司の回転寿司のタイピングを収集つって打ちまくって、でゴールこれですよ。そりゃもうこんな世の中になるよね。なるほどね。うん、サンちゃん家にパソコンあった？うん、小学校の時にバービーの洋服をパソコンで作ってた。ああ、そう言ってたね、うん、言ってたね。それソフトがね、うん、うん、あった。面白いよね。でもやっぱなんかそこ、うん、そういうなんかゲームからパソコンに触れ出すの大事だよね。そうね、楽しいってまずはなって、そうな、面白いってなって、そう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 や、うん、ちょっとごめんね、ちょっと話脱線するようでしてないんやけど、思い出したんやけどさ、ちないや、ちょっとそれ決めてほしいんやけどいやあのさ、うん、ゲーム、パソコンゲームってさ、うん、もうほんとゲーム界隈では、うん、もう今さほら今 e スポーツとかもあるけんさ、うんうんうん、若い子とか、うん、子供とかからにも、うんうん、もう早くからゲームさせようっていう教育もあるわけよ、うんうんうん、早くからすごいスペックの、うん、もうその高くて買えませんみたいな、うん、スペックの PC をもうほんと小学校とかの子供とかに与えて、うん、PC 部屋与えて、うん、もう本気でゲームさせるみたいな、うんうんうん、でもやっぱそれ海外とかでも結構当たり前 で、うん、で海外とかだったらもう17歳とかの、うん、もう
ゲームのプロとしてゲームだけで食って家族買って家計を支えるほど稼いでるプレイヤーもいるわけよ。すごいね。そうそうそう、とかで今の若い子で本当に中学校低学年じゃないみたいなとかのなんか女の子ツイッターで上がってくるよ、うんうん、とかがそフォートナイトっていうね俺やってないけどそのゲームでまあ多分稼いでんだろうね。うーん、でもさそれなんかツイッターでこれ大丈夫なみたいな感じで上がってくるのがうーんそれはさもうパソコンがもうここにあるよみたいな感じでも食いつくようにこう、うん、ヘッドホンして、うん、ゲーミングチェア座って、うん、あのブースにある、うんうんうん、でこうちっちゃい女の子が、うん、こうやってカチャカチャってこうゲームじゃん、うんうんうん、はいダウン取った、はい、格殺入れて格殺、あ漁夫来たよ、あ漁夫来たよっつってやってんの、うん、怖いってあれマジで。現実世界とちゃんと戯れてたらいいんじゃない、うん、そうね。でもさやっぱ四六時中それだとさ、うん、でもやっぱもうそういうでもさ時代でも絶対来るじゃん。もうだって現実世界とね、そうだけど裏でもさ、うん、教育のね正しいってもうちょっとこっちには分からん部分は多いよねみたいな言ってたよ、うんうん、そういう俺も今思い出してそういう教育あったなと思って、うん、ゲームにも特化さすみたいな先に、うん、今ゲームでマジで食っていける時代だから。まあ、そうだよね、まあ、一握りといえど今ゲームうまかったらマジで食っていけるからね。でもなんかさ最年少で なんだっけ小5でアプリ開発してみたいななんか新聞に前載ってたわ。だけどそういうのもね、うん、でももっと最もっと年齢ももっとどん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 低くなるだろうし。そうなんよね、うん、でもなんかチークゲームでもうすでにプログラミングを自分で作りましょうみたいな感じのゲームとかもめっちゃ出てるからさ。出てる、まあ、スイッチからも出たしねそういうの、うん、それがさなんかやっぱ怖いのがそれの親の世代が全くそれに馴染んでなかったから、うん、なんか何が正解かもわからんみたいなね。その、まあ、自分がそれなりにねプログラミングとかバーでできるような まだ近しいところにいればなんかもっとやった方がいいよとかもうそのソフト一つ選ぶにしてもあこのソフトの方がなんかこう多様性があるからこっちの方がいいよとか選べるし、なんかそもそもプログラミングを与えてなんかこう どんな風に頭脳が発展していくんだろうとかっていうのもそのこう、ね、学校もまだまだ手つかずの分野というか、で教えてる学校側もゲームで食べていける職業の一つとしてなり得るっていうところに、うん、多分行き着いてないし親御さん自体も賛否両論がそしてあるわけで、まあね、なんかこのやっぱ私たち本当にさこの時代のスピードに本当にちゃんとしがみついていかないともう本当になんかえ何のことみたいになるよね。思いますわ、ね、しがみね。いやこれさしがむよしがんでかな。なんか刑務所とかにさ、うん、刑務所 5年とか入ってただけで多分さもう別世界だろうね。5年とかで、ね、怖いね、うん、万が一ね5年ちょっと捕まっちゃいましたってなって5年後出てきたら、うん、へって何みたいな。なんか刑、まあ、あこれからの5年後もさ私らちょっと分からんわけやん。本当か。あとアップルよりもものすごい何かを発明する会社がバコンって出てくる可能性あるやん。もうアップルとか誰も言ってないと思う。いやそうよ、もう Mac とか誰も触ってないみたいな、うん、そしたらもう5年後に私らこんな携帯持ってないかもしれんのよ。 iPhone? みたいな。いやえまだ使ってんのそれみたいな時代が5年後に来るかもしれんのよ。 iPhone ってまだあったとみたいな、うん、怖くない。でもそれ全然ありえるじゃん。ありえるね。でなんかスカウターみたいな何かしらつけたりとかでもそれだけでなんか全てがこと足りるみたいな。俺スカウターがなんか流行りだしたらもうそれは俺退化してると思うやっぱコンタクトレンズかな。いや待って、まあそういうことなんかもな。コンタクトレンズでこうみんな目に何か入れるか、これサンちゃんなんでさたまに言うその時代の先取りがたまにドラゴンボールあたりから取ってくるやん。取ってくる、私取ってくる癖がある。あるやん、なんかドラゴンボールから取ってくる。丸い車がこう浮いてたりみたいなさそれドラゴンボールやみたいな。ドラゴンボールやみたいなさ
鳥山明やっぱ信じてるもんね、やっぱ俺ら世代。そうね、やっぱ無敵と思ってるからね。俺も思う、うん、まあ、でもマジであるかもしれんからな。そうよ、想像がつかないんですよね結局。そうよ、5年後とかも楽しみだな。家から一歩も出てないかもしれんし。あ、それ現在のほぼほぼ僕です、ね、ほぼほぼそれやってますよ今。一歩も出てないかもしれんしがモリモンだった。このラジオの日にぐらいにしか外に出てない引きこもり野郎ですからね今俺。時代の最先端ってこと？いや、これが最先端になるんだったら良くないと思うな俺。まあ、でもアナログ化はしていくだろうね、まあ、アナログとこうやっぱ共存していく生き物ではあると思うけど、うん、やっぱそれでも想定外のことがもう起こりバンバン起こりうる世の中やから。いや、起こりはうるね、うん、いや だってもう海外に行くのとかだって自分たちがちっちゃい頃とかやっぱでも片道10万円以上かかるんでしょうみたいな感じが普通だったけど、価値観変わったね。 2,3 万とかじゃん全然、ま、ね、近場とかならね。ね、今グアムとかってさいくらぐらいで行けるの片道？知らん。あ、知らんか、うん、調べてない。グアム片道いくらかちょっとアツシさんちょっと追って調べてもろて。もうこのコロナ禍めっちゃ安いかもね。うん、俺ね、なんかグアムにやっぱ連れてってもらって、あ、言ってたね、言ってたりね、うん、ハワイ、グアムは親が好きやったもんで、うん、なんかね、いつか連れてってあげたいなとか思いますよね。そうね、うん、だけどハワイ、グアムがその一番近くのリゾートやったところが、ま、だ全然この10年後とかに全然なんか普通に、まあ、明後日からギリシャみたいな感じになるじゃないですか。あ、南フランス行くかなみたいな、ね、ちょっと距離遠いけどやっぱなんか砂の質いいしみたいなこととかを。マジであるわ。やっぱ砂の質語り出す子供とかめっちゃ増えるんじゃない。砂の質、いや ありえるよ。ありえるよね。そのなんていうの、最近さあのいろんな、あ、ちょっと待ってね、あ、グアムはね往復で5万6千なの？めっちゃ安。往復で5万7千なの？めっちゃ安。しかもグアムのホテル、リゾートホテル安。行きたくなったわ。じゃあグアム行きたいね。いや、いいな。見てこのヒルトングアムリゾート&スパ。スパよ、スパ。いいね。2万です、2万。うわ、ええー、わー、行きたなるね。うん、先輩、先輩、朝倉、朝倉、なんかドラマ育ちやけん、すぐナースのお仕事とか出てくるやん。ナースのお仕事出てくる意味わからんねんけど。先、まあ確か先輩朝倉やけど。だからもうドラマ育ちやけんさ。ちゃ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 じゃないよもう。なんでグアムからナースの仕事になるわけ。知らんよ。いいな。いや、いいね。で全然ちょっとなんさ、何引っ越しと岩盤浴の話したら。いや、そうそうそうやね。あの残り15分やった。びっくりした。いや、ちょっともう話は一転しますが、うん、第一転やね。引っ越しをね、うん、あの多分来週のどっかでやるんだろうなっていう。何多分？来週のラジオ終わりかな、はい、とかにやるんだろうなっていう。お、多分なの？あのね、多分なのよ。何それ。いや、これひどいもんで、本当はね俺15日に引っ越す予定だったんですよ、はい、でそれ無理だと、もう仕事的に18まで仕事あるんで、でってなってで、いろいろバタバタしてたら、退去の電話のタイミングもちょっと、もう僕忘れてたと。で、電話しましたと。そしたら、10月末までかかると。だから、でも新居はもう15日から始まっちゃったと。だから俺15から30の間、いつどこからでも引っ越しはできる状態なんよね。うんうん、無駄にお金はかかってるけど。うん、っていう理由なんですよ、来週のどっかっていうのは。なるほどね。で、引っ越しってさ、水道だったり電気だったりネットだったり住所変更だったり、とにかく住所変更よね、市役所関係。まあそうだね、住民票と免許証もだし、免許証がこれ地味に本人確認ですぐ出さないといけないじゃん。で、マイナンバーカードもやろう。そうね、マイナンバーカードも市役所やね。
あ、やっぱそうなん、うん、あ、じゃあ1日で終わるか。住民票と保険証とマイナンバーカードは市役所で終わって、うん、あの免許証はあそこやね、こうあのセンター。あー、やっぱり、うん、でもね、私も行ったけど15分ぐらいで終わったよ。あ、ほんと、うん、めんどくさいね。まあでもね、まあ、市役所の朝一午前中とかに行ったらめっちゃ人空いてるから、それババパンと終わるよ。朝から行ったら多分もう1日終わるよね。る、余裕で、余裕で終わる、全部、ね、終わる。あれもう絶対1日で終わらしたいんよ。気合、もう引っ越しは気合、引っ越しは気合やん。気合ね、わかるわかる。やっぱ俺も結構引っ越しやってきてますから、うん、気合、気合よね。いや、そうそうそう、いや、なんかこれからね、引っ越しを控えてる人も僕も一緒に頑張りましょうっていうね。何の話なの、そういう話。いや、ほんと大変だからさ。何の話なの。やっぱ引っ越し業者に頼むのか、友達に手伝ってもらって自分たちでやったりすんのかっていう、そのプランもまだ立ってないからね。俺立ってない時点でもうちょっともうどうしようって感じやけど、ちょっと、まあ、その平日やけんさ、やるとなったら、うん、その協力できる友達非常に少ないわけよね。そうなるね。そう、この世代の土平日ってそう同業者しかいないですでちょっと今回は同業者に力をお借りして引っ越ししちゃおうかなと思っております。はい、岩盤浴、岩盤浴。なんか先週も岩盤浴の話しよったって。ちょっとだけさせてくれんどうぞどうぞ。あのさ、いや俺ね、今日も調べたよ。何を。ここ来る途中に、うん、あー、なんか天神に岩盤浴あったら俺もう帰り一発行って帰りたいなみたいな。はい、で岩盤浴調べたらさ、やっぱねスパとかじゃない限りは、なんか結構さ女性限定みたいなとこ多いね。あー、岩盤浴もね、マジで多い。まあやだもんね。何が。んー、だって結構、あ、男女が混合すんのかか。そうそうそう、あー、まあそうよね、よそうよね、うん、そうよね。やだやだ。いや、そうやけん男子限定あってもいいよねと思って。そうね。でもやっぱ需要ないんだろうな、あんま。やっぱ女性の方がそういうところに、まあね、お金の分配がいくんだろうね。うん、美容とかで歌えるしさ、岩盤浴、うん、うん、気持ちいいやん。デトックス、マジで、うん、寝てるだけなのに、うん、圧倒的な汗の量。ゲイツの中に前あったけど潰れちゃったね。そうなん。そこも男女 OK で、ゲイツビル、うん、でなんかその真ん中に結構広いのよ、ゲイツビルのなんか6階か7階とかにあって。え、マジで。なくなったんだけどね。うん、でも入ったらなんかすごい結構漫画とか本がすごいブワーってあって。そう、うん、で真ん中にその足湯みたいな感じであったかい石のこう足湯の石バージョンみたいなのがドーンとやって。あ、はい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 。で結構まあ女性専用のところ部屋もあるし。いや、いいよいいよ。男女で入れるところもあるしみたいな、うん、でカップルがデートで行くみたいな感じとか。それな。可愛いとこあるでほんま。それな。これさ、なんか。大事だよね。でもそのやっぱちょい抜け、あそこ、うん、ちょい抜け大事だよな。意外と完璧じゃないもんね、さんちゃんね。抜けてるところに。そうですね、うん、そうですね、そうそうそう、やっぱ頑張っていったらいいよさんちゃんねえ、うん、で最後のテーマは、日本は同調して生きれないと生きにくいですかっていうね。これもね、こうね、ツイッターでね、こう回ってきたんですよ。ノーベル賞を取った方が、うんうん、その海外でずっと暮らしてて、で日本に帰らないんですかっていう質問に対して、うん、いや私はあの同調できないから、あの日本で生きれない。同調するってどういう感じ。そう、まあ、言ったら共感するに近い。あ、はいはいはい、うん、だからモリモンが話してる、例えば全くちんぷんかんぷんのことを話したとしてもなんかうんうん、そうね、うんうんうんって分かる分かる、ね、はいはい、分かってないけど、はいはい、ね、それはなんか偽善の優しさなんだろうな、同調って。あ、なんかそこをなんかはっきり、え、共感できないものとか同調できないものに対して分からない、うん、そこに対してごめんけど全く共感できないし、うん、それをいいとも思わんっていうのを、うんうん、なんかやっぱ言える勇気っていうのが日本はないんだろうな、うん、
いや言えますけどね、まあ、その親しい人にはね。ただなんか例えばクライアントとか、まあ、ちょっと目上の人とか、うん、そういうことになってくると、まあ、なんか、まあ、単純にそれを否定しないっていう優しさみたいなものも教えられてきてるから、相手が言ってることを否定しなさんなみたいなこととかで教えられたりとかもしてるわけじゃん。でも、そうな、まあそうか、基本的にやっぱ協調性協調性でずっと育てていられる、来てるからさ、小学校とか、まあ確かに中学校とか、みんなと合わせましょうとか、みんなと合わせることが優しさでありチームワークでありみたいな、っていうところで育ててきてるからさ、なんか同調しないやつはね、あ、まあ、まあなんか帰れみたいな、集団心理はあるかもね、結構強いじゃない、まあ、マスク一つ取ってもそうだよ、まあそうね、本当にそうだよ、確かに今で言うとそれは終わるかもな、だってさ外でマスクを してる理由ってみんな言えるみたいな感じじゃない、外で喋らなくて外でよ、広い野原でマスクしててみんないや本当って感じよねえってならない、いやこのマスク文化はね早々に終わらせるべきやと思ってるから、本当に。でそもそもその飛沫が飛んでっていうのとかでもマスクで 100% それもそもそも防げないんだから、いやまあそのね、いろんな意見があるけん、まあもうなかなかあれやけど、まあ、やっぱなんならこれもね、いらないと思うし、いやまあこれはさね、こういうのってもう、まあ、言い方変えたら守るためっつってね、それはさ何を守るためかって言ったら、そのやっぱ風評被害からみんな守るためにマスクしてるわけやん、まあね、自分を守るためとか、家族を守るためにマスクしてるんですっていう人ももちろんいるよ、もちろんいる、医療の、ね、方とか、やっぱその実際に免疫力がめちゃくちゃ低い方が、あの家族にいるとか、自分自身も免疫力がめちゃめちゃ低いとか、もちろんあるかもしれないけれども、それを、振りかざすのはちょっと違うと思っている。あ、まあ、振りかざしたらもういかんよ何でも、だからなんかマスクしないのは悪だみたいな、それって別に、まあ、もちろんそう思うことがを否定はしないけれども、いや本当ね、俺マスクなしがいいのよ、みんなそうだと思うよ、なんか声に出して言わないだけで、みんな本当にそう思ってるわけじゃん。あとやっぱね、飯行った時にね、こう2人で飯とか行った時にこのパネルがある時あるやん、あれやよね、やだよね、あれ声通らんやん、でそれがおかしいっていう人はあのね、外食しなくてよろし、あーはいはいはい、はい、だってせん時はいいやん、出なきゃいい、そうやけんやっぱせんくなったからね、リアルに、嫌だったらせん時はいいし、でそれに対してあそこは感染対策してなくてとか、もうなんか人のこと言うんだったら、家にいろ、はい、本当にそう思う、ごちゃごちゃ言うんだったら家にいなさいって家にいなさいと、いうわけですよ、本当にそう思うんだよな、あこれなんかコロナの話だったっけ違う、同調できるかできないかっていう話、でもやっぱ日々思ってるよ、私は未だにあの消費税にもまだ怒ってるし、有料の袋にも怒ってるし、全く意味がわからんって思うから、あ、はいはい、だってさプラスチックのさフォークとさプラスチックの袋に入ったそういった箸とかもらえてさ、なんで袋は有料なんよってならん、なる、おかしいもん、うん、おかしいから声を大にしておかしいってずっと思ってるし言ってるおかしいもん、なんかこれに対してはやっぱ同調できないおかしいじゃん、だって弁当の器とかさコンビニとか全部プラスチックなのにさ、なんで袋だけなんよっておかしいじゃん、ね、なんでそれだけ有料なんよってなるじゃん、全然おかしいね、おかしい、じゃあそれに対して、じゃあもうすぐ1年だよね有料なって、もうそんななる、だからそれのじゃあ何か どう成果が出たのかをちゃんと言いなさいよってならん、ああそれは知りたいわ、どうなって何かが何環境に対して私たちがどれぐらいいいことをしたのかっていうのをじゃあ証明しなさいよってなるじゃん、スプーンもなんか有料化する、有料化、それみたいに言ってたよね、アイスのスプーンとか、コンビニの、わけわからんやん、そしたらあの 小泉じゃなくやったっけな、がでしょうね、ね、そしたら
民が、スプーンを持ち歩く時代が来ますみたいな。コーンはコーンし低レベル。ちょっと話ちょっと浮かれてんじゃないかな。浮かれてるっていうか多分ねもう何にも考えてないんだよ本当に何にも考えてないと思う。浮かれてるあの人本当に。なんかもう本当に怒りだってさ、消費税がさ上がった時もさ 10% と 8% の問題なんかめちゃくちゃあったじゃん。テイクアウトだったら 10% でとか、うんうん、あ違う違う、テイクアウトだったら 8% で中で食べるんだったら 8% とか、もうわけわからんやん、うん、わけわからんやん、何それみたいな。えじゃあさみたいな、結構さこのしょうもない議題上がったじゃん。えじゃあこれってえじゃあテイクアウトしますって言ってあのそれで買い上げたけど中でそれを食べたら 8% のままでいいんですかみたいな、うん、かもうくだらんやん、もう何これみたいな、めっちゃくだらんって思う。そんなんなってるか、うん、1年前からね。確かにね、消費税も上がって、いやもうくだらん、税金も上がったもんで、タバコ税も上がって、だってさ環境省が言ってるそのさプラを有料のと消費税が相反してるんだもん、うん、だってやってることが、だってテイクアウトってその分プラスチックのゴミ出るんだよ。確かにプラスチックのゴミ出ることをだって言うたら、みんな 10% と 8% だったらなんだかんだ 10% と 8% その 1% の差って結構でかいからさ、えじゃあ 8% だったらじゃあテイクアウトしますってなってさプラスチックのゴミめっちゃ出るみたいな。なのにこっちでは有料のプラ有料なんですみたいな、プラスチックの袋が。しかもテイクアウトの時の袋代って、うん、いや有料。あ有料なん。有料。本当。それさもうわけわからんやん。えでもウーバーイーツとかで頼んだら袋代ってさ、うん、乗ってなくない、うん、店によるんじゃない、乗ってんのか、もうあれ乗せてんのか、いやわけわからんもん。なんかそのラインがさ、なんかそこ統一されてないのもなんか なんでみたいな。そんな環境のためになるんだったらやりたいよ、ほんまやね。ちゃんと環境のためになるって分かってるんだったらもちろんしたい、本当にみんなそう思ってるよ、当たり前じゃん。まあだけど それがめっちゃ不透明だからわけわからんって言ってんのよ。でも不透明ね、うん、全く不透明、全然見える化してない、うん、そのなんかなんでプラスチックのゴミを出させるような消費税のさ割合にしてて、こっちでは有料の袋をさ出して、で有料の袋にしなくてみんながエコバッグを持ち出しましたで、結果出たのが万引きめっちゃ多いお店の売り上げが万引きの率 上がったから、だから言ったら人員を入れないといけないじゃん万引き対策で、うん、ってなったらお店からしたらさ、まあ、袋代は何かしら、まあ本当にビビたるものよね、袋代をお客さんからビビたるもので取れたからまだいいけど、結局そこの万引きでの売り上げ下がる、人員入れないといけないとか、デメリットしかないじゃん。めちゃくちゃやね、めちゃくちゃぐちゃやん、ぐちゃぐちゃよ、もうそこまで言われるとぐちゃぐちゃなんだなってなった、うん、そうよ。だけどあんま意識してなかった正直。本当？いやなんか ずっと私怒ってる、上がったなっつって、上がったなじゃないよ、もう本当に。だってレシート私結構見るよ。あはいはいはい、レジでバーってやって、レジででも見ないけど撮ってる全部あって見てさ、うん、で最後にこれさ計算してなんでこんな高いんだろうって思ってさ、うん、最後にと言ったら8000なんぼの買い物してたらさ、うん、800なんぼの税金が乗ってるわけ。やパないよね、1個なんか買えるやんってなるやん。パないよね、めっちゃほろ立つもん。消費税が悪いって言ってるわけじゃないけれども、うん、税その 10% 払うそのねね、自分たちの将来 その安定性もない中でなんで10パーも払わなあかんのってなるやん。いや高いよね、うん、普通に。だって今もうセブンスター600円だよ。そんなするんだ、タバコそんなするんだよ一箱。お弁当買えるじゃん。お弁当買えるでしょ、うん、まあそんなねタバコもうやめてかれこれ2週間経ちます。おーすごい、なんかやめようと思いますとかかと思ったら、いやこれねさんちゃんがさ、うん、まあ、昔言った時に、あー森も大丈夫大丈夫それやめてから言ってって言われたんでそんなこと言ったっけ、ちょっと言ってたんでね、ちょっとある程度時間がいい感じ経ったらねいつか言いたいなと思う。すごいじゃん、2週間やめてるの。2週間、はい、もう9月28ぐらいからかな。すごいじゃん。もう吸ってないです、やめました。いやこれもうやめたもう同然よ。いや2週間はでかいよ。いやすごいよ森も。きたー、きました。え岩盤浴よりそんなこと書きなよいやちょっとこれ撮ってたんよ。撮ってたんや。撮ってたんよ。撮ってたんや。3日4日で言うとまだまだなってね。もっとだってもうトップニュースじゃないのこれ。うん、ちょっとでもなんか言っちゃったわここで。いやおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとね
もうやめたと思う、完全に。別にならんし、衰退って。素晴らしい。最初のに普通あの、ね、これからセブンスターを捨てて禁煙をする方に最初の2日が鬼門ですね。なるほど。それの次週ちゃんとちょっとリリースしたら、ああちょっと禁煙の方法、森本禁煙講座を開催します、うん、それ忘れないようにメモしといたら。ああはい、メモっときます、はい、ということで、はい、1分過ぎちゃったわ、すいません。今週もあらした。